テレビだったり配信で映っちゃったものを見ていきたいと思います。こちら中国の軍事訓練の際のパソコンのデスクトップをこの会場のスクリーンに映した場面ですね。はい、もうね、二次元のね、女の子が映し出されているんですが、ちょっとパソコン所持者のね、趣味がバレてしまいましたね。さらによく見ると、原神というね、有名なゲームを入れていたり、アクションタイマニンというね、ゲームも入っていますね。もう仕事とプライベートでパソコン分けないんですね。もうこれがね、軍の関係者らしいということで、その後ね、どうなったかわかりませんが、ちょっとこの人の威厳はね、落ちてしまったかもしれませんね。それこちらですね。こちら声優の相良真由さんという方ですね。ラブライブの声優もね、されているんですが、配信中にこちらですね、スマホでね、インスタを見ていますね。するとスマホにね、通知が表示されるんですね。こちら、メールということで、即見るセール情報、即見る史上最大規模、KMP ウルトラセール開催中というもので、この即見るというのが、どうやらエッチな動画を購入できるサイトだそうで、このようにサイトにね、入ろうとすると、年齢確認もされるというサイトだそうで、相良真由さん、その通知がね、来てしまったということですね。もうこの通知が来たとね、相良真由さん、焦ったのか、スマホからね、画面を映す、接続コードを即抜いて、画面をね、映さないようにしたんですが、もうがっつりね、映ってしまっているということで、もうファンからはね、ちゃんとお金払って見てるのが好感持てる、といったね、擁護の声がたくさん上がっていましたね。もうラブライブ声優もそういうの見るんだなと、ちょっとね、嬉しい人には嬉しいかもしれませんね。じゃあこちらですね。テレビがね、ウクライナの様子について映していますね。侵攻、情報の16日、街の様子は、ということで、ウクライナ首都、普通の生活も、と書いていますね。こちらがウクライナのね、様子だそうです。まあね、普通にね、人も街中を歩いているんですが、なんか画面中央左に、紫色の入り口が映っていますね。エロティック、と書いていて、18禁止マークもね、ついてますね。一体これはどこに繋がる入り口なんでしょう？これがウクライナの普通の生活だと言うんでしょうか？もうこの入り口にね、描かれている模様が、この赤と青のしましまで、18歳以下禁止の床屋さんだ、というね、ピュアな視聴者もいたそうなんですが、もうこんな街中にね、普通に入り口があるんですね。まあ普通の生活ならね、しょうがないですね。じゃあこちらですね。こちらどうやら、駒沢大学でね、オンライン授業を受けていた人のツイートだそうで、生徒に問題解かせてる間に、教授が AV 見てるのずっと共有されてた。ということで、こちらですね。確かに画面にね、ちょっとエッチな動画が映し出されていますね。画面共有のこと忘れているんですかね。もうこれにはね、学生も動揺したそうで、こちらのね、チャット欄ですね。画面がやばいです。大丈夫かこれ。変なの映ってます。性教育ですか？草、草。とね、生徒の動揺が見られますね。さらにこのね、画面共有をしてしまった教授、何事もなかったように授業を続け出したメンタルは称賛ということで、もう何事もなかったかのようにね、授業を再開したそうです。もう教授としてはね、映ったものはしょうがない、やるしかないという感じだと思うんですが、どうやら教授、授業の最後にパソコンの不具合でしたというね、説明をしたそうなんですが、あんたが授業中にエッチなサイト見てたからやろということで、その後ね、学生に謝罪メールをね、出したそうですね。不適切なウェブサイトにアクセスし、それが出席者の皆さんの目に触れました。受講生の皆さんに精神的な不快感を生み出してしまいました。高所してあるまじきことと、赤面の至りです。オーバーワークの中で疲労が積み重なる中で、ふと魔が差したものですが、言い訳にはなりません。ついてはこのまま授業を継続することはできません。ついては連絡をお待ちください。ということで、やっぱりね、恥ずかしかったんですね。赤面の至りと書いていますね。まあ、さらに言い訳っぽいこともね、書いているんですが、もうこちらね、ニュースにもなって、駒沢大学も謝罪したということで、もう教授って授業中に結構エッチなサイト見てるんですかね。もう仕事中にね、エッチなサイトを見るのはやめましょう。ということでね、画面をね、共有したりする際は、細心の注意をね、払いましょう。以上です。